チャプター7。10時から11時。10時か。ルイスを相手にもう一杯飲むか。ってことはバーに行くのか。じゃあ飲みに行こう。部屋を出ます。大丈夫？飲んだら暴れるって自分で言ってたけど。しております。まああれ嘘だって言ってたからね。こっちか。ここに入って、では会いに行こう。バーに入ります。いたいた。話そう。いらっしゃい。誰もいないのか。ああ、今なら貸し切りだ。ゆっくりできるぜ。何する？スコッチをくれ。マティーニをくれ。ハミューはなかった。スコッチにしようか。私お酒詳しくないんだけど、スコッチにしよう。じゃあ気分直しに一杯もらおうか。スコッチをダブルのオンザロックで。気分直し？何かあったのか？ちょっとな。どうしたんだよ。言ってみなよ。どういうわけか。今夜は人の話をよく聞かされる。自分から突っ込んでいくからね。なんだよ。誰かに打ち明け話でも聞かされたのかよ。まあ、そんなところだ。聞かされて迷惑の話だったのか？そうじゃないが。どうして俺みたいな男に話をするんだ？え？分かっちゃいないな。あんたみたいな男だから話すんだよ。ツッコミ。おい。俺みたいな男って？分かっちゃいないだと？こっちにしよう。分かっちゃいないだと？分かっちゃいないだと？ああ。まあ、そこがあんたらしいんだけど。あんたみたいな人っていうのはな。不愛想で後腐れなさそうで、そのくせ人の痛みを少しは知っている男のことさ。なんかさ、わかるような気がするぜ。ほら、なんていうかさ、クリスマスの過ぎちまった年末の金曜の夜に、こんな寂れたホテルに一人ぼっちで泊まってたりすると、と自分の人生を振り返ってみたくなったりするわけよ。そしてつい胸の奥に隠していたあれやこれやを誰かに聞いてもらいたくなったりしてさ。そんなもんか？ああ、あんただって心の中にしまい込んでることあるだろう？そんなものない。あるな。あるなにしてみよう。あるな。だよな。俺はカウンターの端の席に座った。どうぞ。ルイスはカウンターの上にグラスを置いた。俺はグラスのスコッチを一口飲んで、そのグラスをしばらくの間ぼんやり見つめた。グラスの中の氷が溶ける小さな音を聞きながら俺は思い出していた。ブラッドリーが俺に言ったあの言葉を。ハイド、この捜査が終わったらお前に話しておきたいことがある。
聞いてくれるか？ハイドの旦那。ん？どうだ？そのスコッチ。そいつも極上もんだぜ。ああ、いい酒だ。それにグラスも氷も俺の好みに合ってる。だろう？あんたの好み、ちゃんと分かってるだろう？ああ。言っただろう？ここの仕事だけは、手抜きなしだってさ。お前、この仕事、そんなに好きか？なあ、ハイドの旦那、笑わずに聞いてくれるか？夢みてえな話だけど、俺、いつか自分でこんな店持ちたいって思ってるんだ。フラグ？大丈夫？そうか。あんたに会ったから言うんじゃないが、俺がそんなこと思い始めたってのは、マンハッタの取り調べ室であんたから聞いたあの話のせいなのかもな。あの話のせいって何のことだ？聞いてみよう。あの話のせいって何のことだ？なんだよ、忘れちまってるのかよ。ほら、俺が3度目に捕まった時、取り調べ室であんたがした話だよ。あんた言っただろう？ルイス、お前は地下鉄のスリになりたかったのかって。本当になりたかったものがあるんだろうってさ。俺は刑事がチンピラによくするお決まりの絶叫話だと思って、いつものようにシカトを決め込んでいた。そしたらあんたはそれでもマジな顔してさ、作り話までして俺に説教を続けたじゃないか。作り話？おい、作り話ってなんだ？そんな説教したか？作り話、こっちを聞こう。作り話ってなんだ？ほら、親父さんの話だよ。親父、みんなお父さんの話するな。親父の話なんかしたか？親父の話なんかしたか？したじゃねえかよ。ほら、あんたの親父さん、金庫破りの天才だったんだろう？そんな嘘ついたの？ああ、その話か。あんたが10歳の時に、あんたの親父さんは足を洗うと決心したが、これが最後と決めて引き受けた仕事に出かけて、そこで殺されちまったって、これは作り話なの？本当に。全く泣ける作り話だったよな。あん時あんた俺に言ったろ？俺の親父みたいな人生を送るなってな。俺の親父は本当は金庫破りなんかじゃなくて絵描きになりたかった。お前ももしなりたくてスリになってるんじゃないなら、本当になりたいものになるための道を歩けってな。ここで働き出した時、眠れない夜が続いてさ、硬いベッドに寝転んで薄汚れた天井を見てたら、なぜだかわかんないけど、あんたのあの時の話突然思い出しちまって、そしたら俺みたいなチンピラ上がりの男にもなりたいものがあったんだってこと分かってさ、いい話だね。親父の話、作り話だと思っていたのか？どっちなんだ？
親父の話、作り話だと思っていたのか？ん？違うのか？作り話だ。本当の話だ。本当にしてみよう。本当の話だ。親父のことはな。親父のことは？え、嘘だろ？嘘じゃない。そうだったのか。驚いたぜ。どうだ？もう一杯何か作ろうか。そうだな。次は何にするか。ゆっくり考えてくれ。そうだ、ハイドの旦那。話は変わるけどよ。俺、近頃、ここの仕事ともう一つ夢中なものがあってさ。趣味を持ってるのか？他に？女か？残念だが、そんなんじゃない。あれだよ、あれ。あれってなんだ？これさ、これボーリングか、スケートか。手ギュッてやってるけどボーリングかな。ボーリングかな。ああ当たった。お前もハマってるのか。旦那もやってんのか。見たいか。俺のストライクはピンがぶっ飛ぶ。すごい勢いがあるんだね。ほんとかよ。ハイドの旦那よ。お、なんか顔色が変わった。俺のフックボールと勝負してみるか。どこで、いつ。お、本気で。俺と勝負する気があったら11時にここに来いよ。また待ち合わせ。何言ってるんだ。冗談を言うな。ここでボーリングなんてできるはずないだろう。それができるんだよ。できるの？ん？誰だ？誰か来た。そして、あ、嘘つき。お客だ。サマーか。いらっしゃい。こんばんは。奥の席へどうぞ。何飲みます？ではジントニックを。サマーいるな。話そう。ちょっといいか。ええ、どうぞ。あんたにちょっと話があるんだが。偶然ですね。私もあなたに会ったらお話ししようと思っていたことがあって。まあ私の話は後でいいですよ。ハイドさんの方からどうぞ。アランのことを話す。盗作のことを話す。どっちにしよう。アランのことを話そう。あんたの友達のアランという男のことだが。アランのことですか。その男の行方、本当にわからないのか。ええ、何か手がかりはないのか。ええ、あんたアランのこと本気で探したことないだろう。そんな風に言うことないじゃん。それはどういう意味ですか。アランが現れない方があんたには都合がいいから。ハイドさん、私は明日このホテルをチェックアウトしたらその足で新聞社へ行き、
盗作の件をすべて告白するつもりなんです。そうなんだ。盗作のことを記事にしてもらい、そしてマスコミにアランを探してもらうつもりです。そうか、サマーさん、ひょんなことから俺はあんたの秘密を知った。でもそのことを誰かに話す気もなかった。なかったですと？ああ、なかったが、話してしまった客の一人に。そうですか。でもどうせ明日にはそのことも世間に公表するつもりですから。でも誰に話をしたのですか？ヘレンというばあさんだ。メイドのローザだ。ローザではないけど、話して大丈夫なのかな、この話。ヘレンというばあさんだ。こちらを選択しよう。212号室に泊まっているヘレン・パーカーというばあさんだ。ヘレン・パーカー、あの万年筆をアラに送った人間だ。ハイドさん、アラの万年筆はその人に返しておいた。え、お待たせ。ジントニックだ。どうぞ。なんかいい感じで話が盛り上がってるみたいだけど、いい話ではないのさ。おや、違った？ま、ごゆっくり。ルイスは立ち去った。俺に話したいことってなんだ？逆にね。そういえば俺に話したいことがあるって言ってただろう。なんだ？そうでしたね。あなたの話に驚いて自分の話を忘れていました。実はさっきこのバーで会った女性のことを思い出して。アイリスのことか？ええ、彼女のことです。彼女、女優のセシル・リーにとてもよく似ているんです。どこかで会ったことがあるような気がしたはずです。今月号の雑誌の表紙に彼女のグラビアが出ていましたから。グラビア？セシル・リーってどんな女優だ？セシル・リーってどんな女優だ？ご存知ないですか？彼女のこと。ああ、近頃売り出し中の新人女優です。確かデビューはソープオペラの端役で、その時の個性的な演技が注目されて、来年は映画の出演も決まっているはずですよ。モデル出身でそう若くはないのですが、なかなか魅力的な 女優です。詳しいな。まあそういうことはそれなりに。でももし本当に彼女がセシル・リーなら、どうしてこんなホテルに一人で泊まっているのか少し気になりますね。じゃあ俺はこれで。余韻がない。そうですか。私はもう少しここで飲んでいきます。もう出ていこう。では出ます。ん？子供がいる。メリッサ何やってんだ。話そう。
おいチビ、メリッサって呼んであげて。ほんと、ハイドおじさん、こんなところで何をしている？パパがいないの。親父を探しているのか？うん、バーにはいなかったぞ。バー？大人が酒を飲むところだ。この突き当たりのドアの奥にセブンスターズっていう店がある。ほら、星のついた看板がかかっているだろう。星、知ってるよ、私見てたもん。綺麗だよね。クリスマスツリーのお星様みたいで。クリスマスか。おじさんはクリスマスプレゼント何をもらったの？そんなものもらうか。いっぱいもらった。いっぱいもらったにしよう。いっぱいもらった。すごいね。いいだろう？また笑ってる。うん。お前は何をもらったんだ？なかったのか？プレゼント。かわいそう。そうか。でもツリーぐらいは飾ったんだろう？パパ、ひどいんだもん。またか。パチ。おい。何がひどいんだ？そんなに怒るな。何がひどいか聞こう。何がひどいんだ？何にもなかったよ、クリスマス。ケーキもプレゼントもなかったし。あら、味気ない。ツリーだってなかったんだから。そうか。つまんないね。おい、チビ。親父は心配しなくてももうすぐ戻ってくる。部屋で寝て待ってろ。メリッサは廊下から出て行った。10時20分。何しよっか。とりあえずここを出よう。誰もいないね。あ、いた。なんだ？ん？おや、ハイドさん、こんばんは。まだ掃除してるのか？ああ。でも今日の掃除もようやくこれで終わりさ。メリッサはここを通ったか？メリッサ？ああ、あの子ならさっき2階に上がって行ったけど。ちゃんと部屋に戻ったみたいだな。そういえばあの子、なんだか元気がなかったけど。何かあったのかい？父親を探していたらしい。母親が家出したらしい。これは言わなくていいな。父親を探していたらしい。父親を探していたらしい。ウッドワードさんを見なかったか？見なかったけど、また屋上にでも行ってんのか？そうなんだね。父親を探していたんだ。ああ。ダメな父親だね、ウッドワードさんは。子供はとっくに寝る時間だっていうのに、自分を探させてるなんて。あの年頃の女の子は扱いにくいだろうけど、父親ならちゃんと面倒見なきゃ。
そんなことだから女房にだって逃げられちまうんだろう。あれ知ってるみたい、事情を。おい、知ってたのか。そんなことってどういう意味だ。こっちにしよう。そんなことってどういう意味だ。子供の面倒一つ見ることができないってこと。だから奥さんが愛想つかして出ていくんだよ。私ぐらいのベテランのメイドになると聞かなくても分かっちゃうんだよ。ちょっと見ただけでお客さんに何か悩み事があることなんかも。すごいね、ベテランのメイド。客の悩みが分かるって本当か？客の悩みが分かるって本当か？ああ、分かるね。なんなら当ててみようか、あんたの悩み。俺の悩み？あるだろう、あんたも悩みが。すっごい顔してるけど。悩みがある。悩みなんかない。いや、別に言わなくてもいいと思うけど。ないにしよう。悩みなんかない。ほんとかね。絶対にありそうだけど。じゃあ俺は行くから。ないから。待っておくれ、ハイドさん。私ちょっと気になってることがあるんだけど。いや、逆にあなたの方が悩みがあるじゃないか。なんだ？メリッサのことだよ。私あの子に聞かれたんだよ。このホテルにはクリスマスツリーはないのかって。ツリーならもう片付けたよって言ったら、あの子とっても悲しそうな顔してね。そうか、あの子がどうしてそんなことを聞いたのか何か知ってるかい。クリスマスにツリーがなかったらしい。クリスマスが好きなんだろう。ツリーがなかったって言ってたからこっちにしよう。クリスマスにツリーがなかったらしい。プレゼントもな。そうだったのかい。じゃああの子クリスマスツリーを見たかったんだね。ああ、でも仕方ないね。ツリーは飾りを外して1階の倉庫の奥に片付けたばかりなんだよね。じゃあ俺はこれで立ち去ろうとする。もうちょっと話そう。つまりこっちで飾り付けをしろってことなの？ちょっといいか？なんだい？私は忙しいんだよ。後にしておくれ。勝手に多分取りに行っていいと思う。こっちに出てメリッサにクリスマスツリーを飾ってあげよう。ここに入るとダニングがさ、怒ったよね前回。開けよう。倉庫。倉庫か。ここはダニングの部屋でしょ。あ、行き止まりだ。倉庫はどこにあるんだ。ここはローザの部屋で、ストレージ、ここか。入ろう。開けます。倉庫。クリスマスツリーか。涙の倉庫版スペシャルのようだ。見る。見てみようか。
この段ボールの奥にツリーがあるのか。よし、探してみるか。探してみる。あ、なんかちょっと見えるやつかな。あ、動かして、ドーンって置いた。ドーン。ドーン。すごい音すんな。こんな乱暴に置いていいの？これじゃ無理。あ、上に上がるじゃない。どんどん上げていこう。もう取れると思うけどな。まだ？もういいんじゃない？まだなの？すごい高くなったけど。すごい高くなったよ。もう無理だろこれ。まだ行くの？どうなってんのこれ。もう取れるでしょこれ。どうなってんだ。もういいと思う。どうやった。